GUI を提供するソフトウェアの一つ GNOME グラフィカルユーザーインタフェースはコンピュータグラフィックスとポインティングデバイスなどを用いるグラフィカルであることを特徴とするユーザーインターフェースキャラクタユーザーインターフェースやテキストユーザーインターフェースと対比して語られることが多いサージュ制御室スクリーンにはアメリカ東海岸が表示されている 二つのターゲットが追跡されているところ世界初の実用となった GUI は1963年に完成したサージュというアメリカ空軍の開発した防空管制システムである。これは CRT とライトガンを備えており核爆弾を搭載した敵航空機を迎撃するために多数のレーダーからの情報を統合し複数のオペレーターがライトガンで 迎撃目標を指示するだけで全軍の適切な箇所に自動で指令が届き、その結果レーダー情報の膨大さを気にすることなく、的確に敵機を迎撃できるというものであった。また、オシロスコープはテレビやディスプレイと同じ原理を使った装置だが、コンピュータの内部の信号を直接観察できる装置としても都合が良いため、初期のコンピュータではしばしばそのような目的で、ブラウン管が 情報出力のために備えられていた。これは GUI として扱うには機能的には足りないものだが最初期のコンピュータの一機であるエドサックにも付いており、オキソというゲームに使われている。実用の目的で情報表示にブラウン管が使われた例としてはまずマイナス1がある。1960年代の米国においてサザランドのスケチャパドや マウスの発明もでもあるダグラス・エンゲルバートによる NLS などといった初期の GUI システムが開発された。NLS はエンゲルバートの提唱する人間知性の拡大という概念を実現するために作られており、ハイパーテキスト、ハイパーリンク、マルチウィンドウなどの強的な GUI には必須の概念を実装してみせた極めて革新的なものである。また、 ジャーナルと呼ばれるハイパーテキストベースの文書共有システムはまさに Wiki と同じ概念である文書によるコラボレーショングループウェアを実装したものである。NLS の本質は単なる GUI の実装ではなく GUI は会話、画像、文書をリアルタイムで共有する電子会議を通じた知的共有グループウェアを実現するための手段であった。さらに、後に ウィジーウィグと呼ばれることになる機能もこの時すでに実装されていた。アルトやノーテイカーで動作した暫定ダイナブック環境の GUI1970 年代にはアラン系により誰でも簡単に使えることを目指して暫定ダイナブック環境が作られた。当初はデータゼネラル社のノバでスクリプト言語的な位置づけで開発されたスモールトック -72 だったが 約5から10倍の能力とビットマップディスプレイ、マウスを装備したアルトへと移植され、マシンパワーを得るとすぐにオーバーラップ可能なウィンドウシステムの構築が試みられた。このマルチウィンドウシステムを効率よく機能させるために、後に考え出されたダブルバッファリングおよびビットブルトは、現在もちらつきのない画面描画のために使われるアルゴリズム及びデータ操作、ハードウェア機能として知られる。 1974年までには、後にマイクロソフトワードの前身と言われるようになる、ブラーボを開発していた別グループとの情報交換を経て、パロアルト研究所発のウィジーウィグエディタも実装される。70年代半ば過ぎにはマウスによる操作、メニューによる命令実行、オーバーラップマルチウィンドウシステムへと文章の共存できるウィジーウィグのマルチフォントエディタ アイコンによる機能やオブジェクトの簡易表現など、現在ごく普通に見られる、グラフィカルユーザーインターフェースの主要な要素は固まっていた。スモアルトック -72、同 -74 の後継である、スモアルトック -76 ではさらに洗練、整備され、それを1979年に見たスティーブ・ジョブズが、策定中のリザの使用決定に役立てた。GUI では、 コンピュータの画面上に、ウィンドウ、アイコン、ボタンといったグラフィックが表示され、ユーザーはそれらの中から、目的の動作を表すグラフィックスをマウスなどの、ポインティングデバイスで選択する。基本的には、デスクトップ、ウィンドウ、メニュー、アイコン、ボタンなど要素を組み合わせて構成され、それらを、ポインティングデバイスによって操作されるカーソルを通じて、指示を与える。端的に言うと、 画面上のボタンや画像などを選択することでリアクションを発生させる仕組みを総称して GUI という。GUI において作業はウィンドウ単位に分割される。MDI と MacOS の場合を除いてウィンドウの数イコールタスクの数であることが多い。このためインターフェース全体で見た場合、どのようにしてタスク管理を行うかが重要になる。 Windows 95以降の Windows Family をはじめとして一番多い方式はタスクバーと呼ばれる棒状の領域をデスクトップ上に用意しここに各ウィンドウのアイコンやタイトルを並べるものであるこれにより視認性操作性を確保しながら多くのウィンドウを管理することができる他にはデスクトップ上のメニューに各ウィンドウを管理するメニューを追加する デスクトップにタスクをアイコンで表示する、タスクの数だけ仮想デスクトップを用意するなどの方法がある。MacOS は Dock でタスク管理を行うが、ミッションコントロールというウィンドウ一覧表示モードも併用されている。GUI の基本はポインティングデバイスによってカーソルを操作し、デバイスについたボタンを押すことである。これにより位置と指示を明確にし、 視覚的な操作を行うことができる。指示の内容はカーソルの位置によって異なる。データ管理アプリケーションでは、第一ボタンはカーソルの位置にあるデータを選択し、2回連続で押すことによってデータに応じて適に定義されたアプリケーションを呼び出し、処理を開始する。アプリケーションのメニュー、ボタン上ではそのコマンドを開始する。データ上ではデータにおける 操作の位置を指示する。第2ボタンは通常どの場合でもアプリケーションによって定義されたコンテキストメニューを出力する。このメニューを第1ボタンによって指示することでそのコマンドを実行することができる。第3ボタンは X ウィンドウシステムではよく使われる。また最近は第4ボタン、第5ボタンを装備したマウスや第3ボタンがウィンドウに直接機能する。 ホイール機能を兼ねているものがあり、適宜、アプリケーションまたは OS によって定義された機能を提供する。GUI においても、キャラクターユーザーインターフェースに劣らず、キーボードは重要なデバイスである。データの内容だけでなく、キーボードショートカットといったインターフェース操作を向上させる機能と連動させることで、操作性の向上を図ることもある。上記に挙げたデバイス以外にも、 タブレットなどのペンデバイスによる操作もあり、特に画像データ操作や手書き入力において、威力を発揮する。タッチパネルに表示されたボタンやアイコンに直接指やペンで触れることで、各種の操作を行うデバイスもあり、ATM などで一般化している。カーナビゲーションシステムや、Nintendo DS でも使われ、直感的な操作に優れる。2007年以降、パッドに接触する。 指の本数を認識し、その振る舞いを変えるマルチタッチ対応パネルを利用した機器が市場に出回るようになった。GUI は様々な方法、ライブラリーを用いて生成される。ユーザーへ提示される視覚的要素はしばしばビューと呼ばれ、ユーザーからの入力を扱う内部要素はしばしばコントローラーと呼ばれる。宣言的 UI は 宣言型プログラミングを用いて構成された GUI、それを実現する手法である。GUI の生成、更新を変更前状態に基づいた更新命令によってコーディングするのではなく、あるべき状態を宣言してコーディングする。状態を分離することで UI の状態をより予測しやすいものにできる。テンプレートエンジンは、静的テンプレートと動的変数の関係を 宣言しているとみなせるため、更新された状態とテンプレートからテンプレートエンジンによって UI 生成を行って UI を更新する形は宣言的 UI と言える。そういった意味でも宣言的 UI 自体は古くから存在する GUI 実装手法の一つである。2010年代中盤における Web アプリケーションの分野を皮切りに様々なデバイスで 宣言的 UI を標榜する UI フレームワークが登場している。データと UI を結びつけ、片方の変更を暗示的に他方へ伝播する手法をデータバインディングという。宣言的 UI と組み合わせることで、モデルの変更が自動的に宣言的 UI の更新へと暗示的に反映されるようになる。ありがとうございます。